王者く、ここもお前が作ったのかいや。俺はただ、場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろん、これらの費用にもきちんとした用途がある。えっと、何に使うのか聞いてもいいか人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。 なんだ闘技場の管理に興味があるのかいい,いやいやオイラはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなーって思って合理的な推測だな起業家の才能がある旅人オイラ才能があるらしいぞここで事業をやってきる